皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。本日はカゼインについてお話ししていきたいなと思います。カゼインは牛乳を原料としたタンパク質になります。牛乳の 80% がカゼイン、残りの 20% がホエイというような分類にされるわけなんですが、ホエイというのはヨーグルトで例えた時の、ちょっと時間の経ったヨーグルトとか見ていただくと分かるんですが、上澄み液がたまると思います。その液体部分がホエイプロテインになります。カゼインというのはヨーグルトの固形の部分をカゼインというようなタンパク質で構成されている部分になります。カゼインというのはホエイと同じように牛乳が原料のタンパク質なんだよというところが一つ目の特徴になります。二つ目の特徴としては、カゼインというのは固形部分のタンパク質になるので、取った時に消化吸収がゆっくりっていうのが最大の特徴になっています。じゃあ消化吸収がゆっくりって言ってもどれぐらい違うのかと言いますと、一般的なホエイプロテインが消化吸収にだいたい2時間ぐらいかかるというふうに言われています。大豆由来のソイプロテインは消化吸収に約4時間から5時間ぐらいかかるというふうに言われています。それに対してカゼインプロテインというのはだいたい7時間ぐらい消化吸収にかかるというふうに言われているので、同じ原料のホエイと比較してもホエイが2時間でカゼインが7時間というような、これぐらいの差があるというのが特徴になります。消化吸収がゆっくりというと、あまりそのいいイメージを持たれない方もいらっしゃるのかなと思います。まあ、使う場面によっては消化吸収がゆっくりであることがとってもいい働きをしてくれる場面もあります。例えばなんですが、睡眠時間がだいたい6時間とか7時間とかあるとしたら、その7時間は栄養の摂取ができない状態になります。なんですけれども、その間も私たちの体は常に分解と合成を繰り返しています。でその時に血中のアミノ酸濃度と呼ばれる、まあ、タンパク質が分解されて血液にアミノ酸という形で行き届くわけなんですけれども、その血中のアミノ酸濃度が減ってしまうと筋肉というのは分解寄りに偏ってしまうというふうに言われています。なのでそれを防ぐために、消化吸収がゆっくりなカゼインを取っていただくことで血中アミノ酸濃度を長い時間維持できるというところが最大のメリットというふうに考えています。あとは消化吸収がゆっくりということは、つまり腹持ちがいいということにもなります。なのでダイエット中や減量中の方の間食としてもおすすめできるプロテインになりますので、間食の代わりとしても使いいただけたらなと思います。あとは私がおすすめしたいのは、よくご質問でもいただくんですけども、トレーニングしない日はプロテイン飲まなくてもいいんですかっていうようなご質問もいただくこと多いんですが、前の日のトレーニングを無駄にしないためにしっかりタンパク質を摂ってあげるっていうことが重要になってきます。トレーニングをしない日は体は回復する方向に向かっているので、回復させるためには血中のアミノ酸濃度をしっかり長い間高い値でキープしてあげるっていうことが重要になってきます。なのでトレーニングをオフの日のプロテインにカゼインを取り入れていただくのもおすすめの使用方法になります。今お話ししたように、カゼインは消化吸収がゆっくり、血中のアミノ酸濃度を長い時間キープできるっていうのが最大のメリットになっていますので、寝る前、あとはダイエット中の間食、そしてトレーニングがオフの日、そういった時にうまくご活用いただけるのがおすすめです。ホエイプロテインとの使い分けなんですけれども、トレーニングした後、運動した後は速やかに栄養を届ける必要があるので、消化吸収の早いホエイプロテインを飲んでいただくことをお勧めします。カゼインにもメリットがあるので、例えばお仕事なので長い時間プロテインを摂取することができない、なかなかこまめにプロテインが飲めないよっていう方だったりだとか、あとは寝る前、そういった時にカゼインもうまく組み合わせていただけると、より効率よく栄養の補給ができますので、ご自身のライフスタイルによって使い分けていただくのをお勧めします。ビーレジェンドプロテインにでもカゼインプロテインが販売しておりますので、一度チェックしていただけたらなと思います。では本日はカゼインプロテインについてお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。